にちは、イエルフワです。ハッピーマンデー。皆さん、今週も一週間よろしくお願いいたします。もう今週もね、ボケないかなって結構ハラハラドキドキなんですけれども、今週も一週間イエルフワと一緒に仮想通貨の情報をね、キャッチしていきましょう。そして今日はなんとトランプ前大統領が、アメリカが仮想通貨業界のリーダーにならなくてはいけないと、2位はありえないというね、すごい強気な発言をされていて、これでね、こうちょっといろいろ今年の11月かのアメリカの大統領選挙までなんかね、いろんな波乱が起きるんじゃないかなみたいなニュースが入ってきています。もうなんか最近ね、なんかこう結構仮想通貨とこの大統領選挙、その政治のね、絡みをすごく感じるニュースが多くなってきているなと個人的には感じています。そしてトランプ大統領に関わる注目アルトがあります。なので今回は結構トランプ大統領祭りみたいになっちゃうんですけど、フォーカスを置いてお話ししていきたいと思います。それではこのチャンネルが始まる前に、ゆるふわのチャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタンをポチポチと押していただけるととっても励みになりますし、またこのチャンネルの成長につながります。皆さんいつもご協力をありがとうございます。ここで噛むなよみたいな、本当にどうしようもないんですけど、ご協力本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、なんともうちょっとですよ、2万人チャンネル登録者数2万人いきそうです。ぜひね、皆さんのお力で行かせてください。そしてこの下の方にいつも各仮想通貨取引所の紹介コードを添付させていただいております。こちらの紹介コードは最大のボーナスがいただける最強紹介コードとなっておりますので、もしよろしければね、これからビットコイン始めようかな、仮想通貨始めようかなって思われている方、ぜひ私の YouTube の概要欄のリンク、そしてね、この下の紹介コードご活用ください。はい、それでは早速なんですけれども、現在の仮想通貨相場を見ていきましょう。皆さんね、どんな週末でお過ごしだったでしょうか。もう土日ね、結構私もずっとチャート見てたんですけど、全く動かないみたいな、えみたいな、そんなにも動かないっていうぐらい動かなかったです。本当に動かなかったです。はい、それではこちら、日足、ジャスミ強。ジャスミがめちゃめちゃ強いです。まあ、ボンク、ペペ、フロッキー、フロッキーじゃないんだね。フロッキーなんだね。そう。教えてくださってね、ありがとうございます。もうこれ全部ゆるとものおかげです。あと、リードも上がってきてるし、イーサも上がってきています。週間ちょっと見ていきましょう。このような感じですね。やっぱイーサ系とソラナ系の強さをすごく感じます。それではちょっと、価格、さっくりね、見ていっちゃいましょう。ビットコイン。68,526ドル、週間でプラス 2.2%。 イーサがもうちょっとで4000ドルいきそうです。3,914ドル、週間でプラス 25.4%。 土日がね、3700から3800ぐらいでね、ずーっと行き来してたんですけど、はい、という感じで、今ね、ちょっと私が注目というか、今全体的にかなり上がってきている銘柄言います。ペペめちゃくちゃ上がってます。時価総額2位も上げてきていて、今19位に位置してきています。で、現在の価格が 0.0 が多すぎる。0.0001.68 です。あれ。で、週間でプラス 78.2% となっています。そして、ユニスワップも結構上がってきていて、現在の価格 11.18 ドル、週間でプラス 42.2% 上がってきています。そして温度がめちゃくちゃ上がってきていて、時価総額59位、温度めちゃくちゃ上がってきています。現在の価格 1.22 ドル、週間でプラス 29.3% 上がってきている状況です。なので今ユニ、ペペ、温度、ここが直近でね、すごく上がってきているトークンとなっています。それでは皆さん、ビットゲットの KCGI ゆるふわチーム、早期参加していますでしょうか。もうね、早期参加してくれているメンバーね、今30、29名くらいだったかな、いらっしゃるんですけれども、ちょっと見ていきましょう。
ビットゲットの KCGI のページに飛んでいただけると、チーム大会というところがあります。これクリックいただいて、でチームに参加するというところで、これさっき自分で入れちゃったんですけど、ゆるふわと入れていただくと名前を、ゆるともといってゆるふわビットコインという名前で、ゆるふわのチームが出てきます。はい、現在ね、29名様でした。ありがとうございます、皆様。ゆるふわは100人目指してます。そして、今、大会は6月の7日からなんですね。なので、今、ジョインしてくれている方々は、早期参加賞というのに対象になります。なので、ぜひ、ちょっと7日からトレード始めようかな、どうかなって多分ね、迷われている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まず、ジョインしといてください。で、7日にそのトレードの大会に参加するか参加しないかっていうのは、さておき、まず、とりあえずジョインをしておく。そして早期参加賞をゲットする。まあ、これだけでもすごい皆さんにとって有益なのではないかなとね、個人的には思っていますので、ぜひ早期参加賞をゆるともでゲットしていきましょう。はい、それではなんですけれども、ちょっとトランプ大統領のニュース見ていきましょう。こちら。トランプ前大統領、アメリカは急成長する仮想通貨業界のリーダーでなければならないと。2位はありえないということを言っています。すごくないですか？めちゃくちゃ強い。で、トランプ大統領は、こちらの、ツイッターでですね、私は仮想通貨企業や、この新しく急成長するセクターに関するすべてのことに前向きでオープンな気持ちを持っていると。アメリカはこの分野のリーダーでなければならない。2位はありえないということを言ってるんですね。めちゃくちゃポジティブ。トランプ大統領すごい。最近ね、トランプ大統領政治の献金も、ビットコインだったりとか、イーサリアムとかね、あとはソラナ同時とかね。こういったので受付開始しますよっていうのをね、発言されていて、もうすでにトライされてるんですけれども、そう。なので、このバイデン政権は、方やバイデン政権は仮想通貨業界を潰そうとしている意見があったりとかもするので、なんかこう、仮想通貨業界というか仮想通貨業界では、こう、トランプ大統領に投票した方がいいのかな、みたいな感じのね、雰囲気がもうすでに醸し出されています。まあ大統領選挙はね、11月なのでまだわからないんですけれども、そしてね、ここ、ビットコインなどの仮想通貨の将来未来は海外でなくアメリカで構築されることを確実にするということを述べているんですね。そう。今、そのアメリカの規制だったりとかルールがすごい厳しくなっているのでアメリカのすごい素晴らしい企業とかでもアメリカでなくドバイだったりとか、まあ、違う国ですよね。それこそシンガポールだったりとか、まあそういったところに会社をアメリカではないところでね、こういろいろなことをする企業というのがすごく多くいて、やっぱりそのアメリカではできないからみんな移動されてるんですけれども、それをこのトランプ大統領が止めようとしてるんですね。大丈夫だよ、アメリカでみたいな。すごくないですか？そう。なので多分11月もしトランプ大統領が今こうお話しされていることを有言実行するのであればね、かなりクリプトの未来はね、明るくなるのではないかなと思いますし、ここにも書かれているんですけれども、トランプ大統領が再選すればシルクロード創設者に恩赦ということで、今ね、もうすでに、で、シルクロードの創設者ロスさんなんですけれども、彼はもうすでに11年服役しています。その彼を家に返す時だということで、結構なんて言うんですかね、クリプトの、こう、今まで捕まってしまった方とか、まあそういった歴史ですよね。そういったところにもすごい影響力を今及ぼしてきています。仮想通貨とビットコインの未来はアメリカで作っていくよ、みたいな、そう、このトランプ大統領の強気発言はね、見逃せないですし、すでに皆さん、イーサリアム現物 ETF の承認の時ですごく感じてると思うんですけれども、もうまさにその政治とのね、今アメリカの政治との絡みというのがね、もうあからさまになってきています。なので、これからはもう、そのアメリカのその政治の情報
プラス、その仮想通貨の情報をね、追っていかなきゃいけないというね、流れになってきつつあるのではないかなとね、私めちゃくちゃ思っています。はい。そしてなんですけれども、みたいな。なら、トランプ大統領にまつわるアルトって何なのって思われる方いらっしゃると思うんですけど、めちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃあるので、もしね、本当に余剰資金の中の余剰資金の中の余剰資金ですよ。で、トランプ大統領が万が一当選した時に向けてね、ちょっと見といていただきたいなというアルトあります。で、トランプで、めちゃくちゃあるんですよ。84、トランプという、検索ボックスを入れると、84も出てくるんですね。見てください。めちゃくちゃあるんですよ。ありすぎませんか？で、今、やっぱり昨日すごい強気発言をされたので、ほぼほぼのトークンが上がってきてるんですね。そう。だところも見て、まあなんかちょっと、なんかこう、ちょっとね、こんなのもあるんだみたいな感じでちょっと聞いといていただきたいですけれども、今のところ、このトランプさん銘柄の一番の時価総額高いのが、このマガというのです、これ。1日でプラス 25.71% で、現在の価格 12.85 ドルとなっています。で、これどこで買えるんだっていうことなんですけれども、メクシー、あとビンエックスで、購入することが可能となっています。なので、仮想通貨取引所によって取り扱いの銘柄とかが違うので、もしよければね、ビンエックスだったりメクシー、口座の解説をしてね、今のうちに、マガ、ちょっとね、お気に入りボックスとかに入れといていただくのいいかなと思います。これが、一番今のところね、時価総額がトランプ大統領銘柄では多いんですけど、他には、こちら、スーパートランプ。めっちゃスーパートランプ。現在、日足でプラス 15% アップしています。で、スーパートランプの取り扱いが、メクシーですね。メクシーは、こうした、アルトコインの上場が最速の仮想通貨取引所となっています。ぜひ、公式のね、リンク、ゆるふわの YouTube 概要欄の方に添付させていただいておりますので、ぜひご活用ください。そう、仮想通貨の、取引所だったりとか、仮想通貨関連の、Google とか Yahoo とかで検索されると思うんですけど、トップ3で上がってくる、URL は結構スキャムの可能性が高いので、ちゃんとクリックする前に URL 確認してください。で、不安な時は、ゆるふわの YouTube の概要欄の公式リンク。で、そこにもない場合、なくて怖いなって思われる時は、ぜひゆるふわに LINE だったりとか、YouTube のコメント欄にメッセージするとか、なんかそういった感じで、ぜひね、ぜひ存分にね、このチャンネルをご活用いただければなと思います。本当ですよ。本当にスキャム URL がトップ3すごく多いんですよね。そう。なので皆さん気をつけてください。あとスーパートランプでしょ？はい、あとこちら、トランプペペ。トランプペペ。誰が考えたのっていうぐらいなんですけど、1日でやはりプラス 50% 上昇してきています。で、このトランプペペは、一応ね、メクシーで取り扱いがありますので、はい。なんですけどね、本当に余剰資金の中の余剰資金の中の余剰資金でね、こうした、究極のアルトコインには、取り組むというかね、投資を行っていただきたいなと思います。もう本当にね、みたいな。トランプ大統領だけでですよ。84個も出てくるんですから。はい、ということで、今日はね、84個すべてをご紹介できないですけれども、ぜひ皆さんね、こういった感じで、コインマーケットキャップだったりとか、そういったところで、トランプって検索していただけると、ブワーってトランプ大統領関連の、なんか物珍しいアルトコインが、すごく出てくるので、ぜひね、お時間ある時に、ちょっとポチポチポチって押してみて、こんなのあるんだみたいな感じで、楽しんでいただければなと思います。そしてね、私結構こういうクリプトのユーモアなところすごく好きなので、そう、トランプ大統領がクリプトにめちゃくちゃポジティブだよってなったら、トランプ大統領のアルトコインがブワーって出てくるみたいなね。なんかすごい、すごいそのトレンドのキャッチ感はね、この業界めちゃくちゃ早いなと思いますし、なんか皆さんなんかそういうユーモアあることをね、すごいされるのがすごい得意だなっていうのをすごく感じています。
はい、ということで今日はトランプ大統領に関わるね、いろんなニュースだったりとか注目のあると、注目めちゃくちゃ面白いね、こう面白系のねあるとについてお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。結構本当に11月まではアメリカのこの大統領選挙、政治絡みのところと仮想通貨っていうところのがね、結構こう並行して、並行というかね、こういろいろね絡み合って、こうまあ、相場だったりとか、まあ、そういったところともね、絡み合って、まあ、進んでいくのかなというのをすごく感じています。なので、ゆるふわのチャンネルではね、こうした最新情報を常に お届けするのはもちろんなんですけれども、で、一番早いのが、Twitter だったりとか、Instagram のストーリーの方で、いつも最速の情報をね、配信させていただいておりますので、ぜひ、ゆるふわの各種 SNS のね、フォローの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今週もね、一週間、ゆるふわと一緒に頑張りましょう。今日も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。